水小太郎の名言ラジオセラピー。こんにちは、翡翠小太郎の名言ラジオセラピー番組プロデューサーの伊藤直子です。今週も先週に引き続き松田辰徳さんと知恵さんをお招きしての分かり合えない男と女のもつれた愛の行方は一体どうなっていくのか、翡翠さんと共に紐解いていきます。それではどうぞ。聞かないとさ、うん、愛が相手にストレスになってることもあるんだよね。そうなんですよ。そこね、よかれ愛ってやつですね。よかれ愛、だから離婚の原因は愛だからね。相手のために、愛のすれ違いが、すごい名言ですね、うん、今日ね。これ3週分まで言ってますからね、安心して喋り続けてほしいんですけど、離婚の原因は愛って、そうですよ、何も全ては根っこは愛だから。離婚の原因愛ですね。その結論に対してよりもやっぱプロセスとか今すごい大事じゃない、うんうん、結論はね分かれ道だったとしてもそれが愛っていう、うん、そこね、でもそのね関係を良くするのにね、男性だったら何もそういう稼ぎを良くするっていうんじゃなくて、うん、そのちゃんと相手の気持ちを聞くっていうね。そうですよね。ある意味そのね、年収を3倍にしろって言ってる話じゃないから、うん、もっと簡単なことが、相手の話を聞くっていうことだから、うん、そのまあある意味ハードルは高くても、うん、年収10倍にしろって言われてるよりは楽だよね。確かに確かに心理的ハードルはすごく高くても能力的ハードルはめちゃめちゃ低いはずなんで、すぐにできるんですよね。そうなんですよね。コロナってある意味もう年収3倍とか 5倍とかシャンパンタワーとか別にもういいじゃんっていう、うん、それよりもお互いのね、うん、要望を聞いて、うん、ソーシャルディスタンスとか心のディスタンスどのぐらい取ればいいのっていうのをこう聞いてっていう、うん、聞き合う感じ合う時代だから、うん、愛の時代なのかもしれない。もっとも必要なのはね。うん、でもやっぱ男性的にはさ、うん、やっぱこうプライドもあるからさ、うん、稼いでいきたいんだ、うん、あるじゃん。あるそれで稼いでこそ男は、うん、みたいな、うんうんうん、で女性もまあそうしてもらえてこうキラキラした素敵なものを身につけられるのはそれぞれで嬉しいけど、うん、別に値段じゃないんだよねっていう、うん、そうですね、うん、私が好きなものがそれこそ翡翠さんの娘さんのようにこれがいいっていうものが手に入った時はすごいやっぱ嬉しいよっていう、ここのささじ加減が今どう調合されていくかっていうことなのよね。それがすぐうまくいくからってさ、それはそれつまんないのよね。それはそれつまんないんだなんか刺激が足りないのよあの人みたいになっちゃうでしょ。何なんだっていうね、どうしたいんだお前っていう、 こう自問自答な日々ですよなんかドレッサーをある日突然捨てられたんですよ、私どうせ化粧しないんだし、あんたもう2年ぐらい前から化粧箱ね座ってるの見たことないから邪魔だから捨てたって、あの相方さんに言われて、はぁってなったんだね。私あんたの見てないところでたまに三面鏡には向かったし、ここぞって時にはメイクして仕事行ってたんですっつって、なんか化粧台を捨てるってことはもう私が化粧するような女でもないってあんたは思ったってことなのかって、もうすごい大勃発になって、そしたらね、相方さんはなんかやっぱ黙る人なんで、なんかチーンってなっちゃって、もうドレッサーについては触れないでくれみたいな、で次男においてはママのドレッサーがないねとか私みたい なんかそんなことがちょっとしばらく続いてたんだけど、ある日突然すごい配信ありますよ、届いたんですよドレッサーが、おっと思って、あドレッサーだーって言って、そしたらなんかね、やっぱチーンっていう感じのちょっと違うおじさんなんかコンセントとかあった方がいいだろうとか、やっぱ電気とかもなんか私はもっとこう可愛いさ、アンティークなライトでとか思ってたの、なんか本当もう実務的な、もう光が三方からこう来るような機能性高めですね、そう来ちゃったんだよね。でしかもちょっと大きいしなんか邪魔みたいなでもここでさ、ほらガーデンですよね、私服のイメージをしてね、これ違うって言ってもいいのかな、でも本音だよな、どうしようと思って、でもちゃんとドレッサーを買ってくれたことは嬉しい、だけど
私が欲しかったのはちょっと違ったかも。で今度からせっかくだから買うときは聞いてねーって。ひとまずこれでもいいんだけど、もし返品可能だったら返品してみたいって言ったらどうしたと思います、うちの相方さん。返品したんじゃないかな。もう怒って。怒って。そうそう、昭和の男だから。なんなんだお前みたいになって超激怒したの。うん、でもしょうがないじゃん、本音だから。うんうん、で。ところでさーって、うん、ちょっとほどぼれさん見た頃に、うん、私あのドレスさんまたほらあの追加でこれがいいなと思うんだけどどっかしらーとか言って言ったら、いや別に自分で選べみたいに不手くさいじゃんだね、うん、どうせお前は俺が選んだものなんか不満なんだろうって始まって、うん、で今そのちょうどそこなの今そこやっぱり聞くって大事なんだね、うん、そうなのそうなので、ね、そうでどこまで私もこう持ち上げたらいいんだろうと思って、うんうん、持ち上げるっていうとなんか嘘なんだけどね、うん、あのいやいや違うんだよって、あの嬉しかったんだよ、本当嬉しかったんだよっつって、うん、タリラリラーンってこう踊ったりとかもしてみたんだけど、うん、その時はね喜びの前、うん、やっぱり返品して一応頑張って踊った、頑張った頑張ったはーいっつって踊ったりとかして、か次男の協力とかもあってママよかったねって、ママお化粧次男の協力ママお化粧しなくても綺麗だけどこれでまた綺麗になっちゃうとか言ってわいわいとか言って盛り上がって、晩ご飯はカレーだねとか言って盛り上がってたんだけど、うん、いやでもやっぱちょっとほら幅が狭い方がよくない、もうちょっとあとこれもよくないとか言って言ったらなんかね機嫌悪いんです今。あまあ、特にコロナだしね。コロナだから結局じゃあお前が自分で選べばよかったんじゃないのはみたいな、俺のことは聞くだみたいなおすねに入っちゃってね、あこの昭和おじさん困ったなっていう、なかなか ね、 あの前よりはあの買ってくれたっていう事実があるので、うん、私は引き続きご機嫌であることには変わりないですよ、うん、でそれは一つの、うん、いいんじゃないですか、進化したんじゃないですか。結論から言うと、まあ、買ってくれたようとしたっていう気持ちが私は嬉しかったから、うん、現在ここにあるかないかどうでもいいっていう話をしてて、うんまあ、化粧台は あったらいいけど、うん、ないならないでいいんだ、ママはパパが買ってくれたっていうそれだけでも嬉しいんだってこう、でもこれがあったらもっと多分明日も嬉しいとか言ってさりげなくちょろちょろと言ってる、うんうん、そうね、気持ち嬉しいっていうのはちゃんと伝えてあれば、うん、すごくそれ、ね、相手もあやっぱり好みのものを聞かないといけないなっていう学習にもなるし、僕がねそのいろいろ買ってってそんなのはあんたが選ぶのは全部口に合わないって言われることで、あ買わなくていいって学習できるしね。最初からだからね期待は、ね、してなかったのね、すぐね水さんとか立つみたいに、うん、そんな分かったよとかごめんね分かったみたいになってくれるとは思ってないんだけどさ、うん、でもやっぱ少しちょっとそこに対する覚悟はいるよなと思って。うん、まあでも うちの場合もね 20年以上かかってますからね。あ本当20年かかって20年ものですか。20年ものです。コツコツそれはそれでいいよね。いいと思う、ね、めっちゃ前進してると思う。うん、やっぱりなんか一生かけて、うん、沖縄の普天間直弘さんね、うん、先生、そのすごくいいこと、僕が感動した言葉があってね、はい、なんて具体的なちょっと点数忘れちゃったんだけど、人間としてこの人30点だなと思ったら友達になっていいっていうのね、うん、あこの人人間として40点だなと思ったらもう付き合ってもいいっていう、うん、でこの人人間的に50点だなと思ったら結婚してもいいっていうのね。でそれをその結婚っていうのは、うん、その死ぬ時にあなたでよかったって言ってもらえるためのものだから、死ぬ時に100点になってればいいっていう、育て合っていく点数は育て合っていくものだから、最初はもう50点あったらもう結婚していいっていう、うん、そうそうそうだよね、うん、人間的にっていうのでもよく結構お前は人間的にどうにかしてるぞってよく言われる場合はどうしたらいいなと思うけど、なんか人としてとかよく言われる、うん、もう一生かけて100点にしていこうと思ったら加点してほしいよね、うん、ねえドレッサー事件もそうだったんだけど、やっぱりなんか女性はね、うん、そのしてもらったことをまずちゃんと言う、そこはちゃんと言わなきゃなってのは、ね、思ったよ、うん、知恵さんの通りね、うん、あそれ嬉しいって、そうそう多分ご主人も拗ねたりひねくれたりするんだけど、うん、あちゃんと好みのものを聞いてからやってあげないとこういうことになるんだなってことは分かったので、うん、もし今後長い人生の中で直子さんのことを喜ばせたいなって思った時には聞くはずなんですよ、うん、だからもう、ね、めちゃめちゃ前進だと思うんですよね。伏線になってます、ね、そうなんです、そうなんです。伏線だと思います。未来のハッピーへの伏線になってます。そう思います、ね、もうどうやってあの素敵なドレッサーが届くのかっていうね、もうこうご期待でね、ま、こうご期待
あとはそのパートナーシップに依存しない、うん、なんかその自分が幸せな時間があると、その極端な例を言うと、宝くじで1億円当たった日は、もし仮に1億円当たったら、奥さんがどんなに、パートナーがどんなに問題を起こしてもご機嫌でいられるじゃないですか。確かに。だからそのやっぱお銭か。例えば僕だったら、ね、うん、本を作るっていうことが一番やりたいことだから、うん、その本を作ってるっていう一番の幸せをやっぱり時間を常に持ててるから、うん、やっぱりかみさんにね、その買い物とか全部ダメ出しされても、あの本当お前あの本音言うよねって笑って受け入れられるんですよ。そこを私服に至りたい、私笑って受け入れられるのは、うん、その一番やりたいことができてるからなんですよね。めちゃくちゃわかりますねそれ。その、うん、何でもよくて、はい、その自分の幸せな時間がパートナーシップとね別に、そうですね、これをしてるのが幸せなんだっていうのがね、うん、あってできてると、うん、ね、その大概受け入れられるようになってくる。そうですね、まず自分の本音をちゃんと叶えられているかどうかってところから、うんうん、次にそのパートナーシップに進むっていう方が、うん、まあ、相手を受け入れやすいのはありますよね。僕もそうですけど、やっぱり自分が、まあ、温泉とか好きなので、うん、温泉とか、うん、あとは、まあ、散歩したりとか、うん、あと瞑想したりとか、そういうことがちゃんとできているときは、うん、イライラしないんですよ、うん、パートナーシップ得た、うん、なんか急ぐことがあったとしても全然大丈夫で、うん、ニコニコしながらやれるんですけど、うん、たまたまその調子が悪い時とかだったら、うん、いつもだったら気にならないところでイラッとしたりとかってことが起きてくるんで、それすごい大事だと思います、ね、自分を満たすっていうのはそういうことだよね、うん、だからそのさっきのなおちゃんのね、うん、子供食堂を手伝いに来るっていうのがそのおじさんにとってね、すごくそこで逆に子供たちを応援しながら自分が癒されててね、うん、すごく大事な場になってるんじゃないでしょうかね。ねえ、うん、私おじさん、そのおじさんね、うん、もう名前ももしこの番組聞いててくれたらね、うん、もうバレちゃうかもしれないんですけど、うん、稲葉会長って言うんですよ。稲葉名前出しちゃった。そう、もう稲葉さん、そう、稲葉さんはねすごいね、こう何件も会社を天下ってきた、まあ、ザ昭和の経営者ですよ、うん、経営者っていうか、まあね、天下りですよ、うん、家ではだからもう言いたい放題だけど、家族のにはもういろいろやりたいことは全部やってやったで、うん、毎日遅くまで働いた、うん、ね、そう、そのおじさんの愛の表現が、うん、頑張ってそのやりたくないことも含めてね、頑張って働くっていうのが一番の愛の表現なんだよね、うん、まあそれしか愛の表現がないんだよね、うん、そうなの、そうなの、でもそれを今更違うって言われて、うん、もうガーンじゃない、うん、なんかね、今言うのみたいな、うん、そこを生きてきた人たちにしてみれば、うん、実は違ったんだって言われるのって、うん、もうなんか崩壊を受け入れられないわけですよ。そうだね、うん、だからね、今からでも新しく作り直すことはできるじゃないって言って、うん、それはそれで財産だもんね、うんうん、だと思うし、うん、それって今はすれ違ってるけど、うん、そのお互いが不満とか言い合ってちゃんと対話ができるようになったら、うん、あ、ご主人がそうやってずっと頑張ってくれてたのは、うん、家族への愛からだったんだなってことが、うん、受け取ってもらえるようになるし、うん、反対に奥さんが家のこと全部やってくれてたのはなんてありがたいことだったんだ、うん、俺のこと支えてくれてたんだなっていうのも受け取れるようになるから、今まで積み上げてきた愛は無駄にはならないと思う、ね、うん、すごい、でも諦めてて、でも私に相談するぐらいだからまだ本当は諦めてないんだと思うんだよね、うん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 、でもこのまま言ったら間違いなくもうコロナ離婚なんだようちはとか言ってでもテレワークとかも家ではやることないわけですよ、うん、おじさんは、うん、だからね、もうどうしたらいいんだみたいになって、会社にも結局もう必要とされてないんだな、うん、こう半みたいになっちゃって意固地になっちゃう、うん、で子ども食堂とかでもこう、ね、地域のおばちゃんとかワイワイ来ててもなんかふんぞり返って座ってるもんだから、あの人どなたみたいになっていや稲葉会長ですとか言って会長とか言って、じゃあちょっとそこのお野菜運んでもらえるとか言って、なんかちょこちょこ運んだりして、可愛いおじさんなんだよ。だからなおちゃんはそういう偉いおじさんを使い倒すのが上手かもしれない、ね、
そう、段ボールをね、あ、ちょっと捨てといてもらえますかとか言ってね。でも役に立ちたいんだよねきっとね、うん、そう思います、うん、すごく愛がある人なんでしょうね、うん、私なんかそういうおじさん可愛いなと思って、うん、もっとなんかハッピーになってほしい、うん、そういう、うん、あのそういうおじさんたちをみんな次々にあのお店でボランティアしてもらえばいいんじゃないですか、上毛していただく、なんだったらあの退職金の一部をそうそうあ、それは新しいね、うん、おじさんたちもね、うん、活躍の場っていうかね、うん、やっぱりそのそういう場が逆にあの活躍の場が癒しの場になると思うんですよね、うんうん、そう、よくあるのはね、やってあげてるんだって言って、うん、その子供食堂10万とかって、多分うちにはいないんですけど、そういう人は、うん、したらなんか母みたいになって、周りがあれが寄付したんだとかって言ってる、うん、その俺がしてやったんだおじさんが来るんだって、たまに、うん、だからもうあのおばちゃんたち強いんだけど、もう金とか持ってくる親父いらないよねとか言っていいとか言って、私はお金あった方がよくないですかって、はい、おじさんを仲間にしましょうよとかって言ってんだけど、うん、やだやだとか言って、あの金払ってんだからって、俺たちがボランティアしてやってんだからって、あの威張ってる社長何なんだよとか言ってもうね、おばちゃんすごいんだよ、まあ、女性の本音ってすごいよね本音すごいよね、女性の本音力は男子は絶対勝てないね、うん、確かに。だから男性諸君には言いたいのは、もうお金じゃないっていうのは、うん、あのお金なんだけどお金じゃないっていう、この、うん、なんていうんですかね、うん、ロジックに説明、ロジカルに説明してください、うん、タッツン、お金だけどお金じゃない、うん、まあ、僕はね、直接かみさんに言われたのは、うん、あんたがね、どんだけ仕事を頑張るよりも家の電気がね切れてるの気づいて取り替えてくれる方が私よっぽど嬉しいからって言われたことあるんですよ。かっこいいね、そこまそういうふうに、ね、言えちゃうって素敵だよね、すごい具体的、うんうん、なるほど、でもそれはね、どれだけ石井さんがいろんなことやってないかってそうだよ、いや本当やってない、あのおむつ替えさえ一回もやってないから俺、神さんが全部やってくれて、でも伸び伸びした息子さんといいさ、多分あの一番のね、あの末っ子だからさ、翡翠さんがさ翡翠さんがなんですね、そうそうそう、ここの部分なんだよね、お金じゃないけどお金なんだよっていうことを、そう、まあ、子ども食堂の話で言うと、うん、ある会社の社長さんが寄付をしてくれたんですよ、うん、で、ありがとうございますって言って、あの運営してる子ども食堂があるんですね、うん、それはうちの店じゃないんだけど、その社長さんになんかすごい寄付とかして、あのあみんな喜んでますよって話したら、いや別に僕稼いでお金あるからしてるだけで、何が楽しいんですかね、子ども食堂なんかやってみたいなこと言うのええと思って、あでもあそういうふうに思うんだって、なんかえじゃあ私とお金は死に金だと思ってんですかって聞いてみたの、そしたら、いや別にあの喜んで使ってくれてるからいいんじゃないんですかって、でもねって、僕がね寄付したお金をね、あのね、で子ども食堂ね頑張ってますっていう風にたまにね SNS とかで見ますけど、その党の運営してる本人たち海外旅行とか行っちゃってんですよね、自分のお金でやればいいのにね、人に寄付募るくらいならそれか稼げばいいのにとか言って言うの、何このおじさんって思うじゃん、でもなんかすごく反論できなかった、なんか気に入らねえとは思ったんだけど、ああそうかっていう、そういう考えもあるんだなって、でも何が違くて何が、私の中でもやってるのか今一つ説明できないのよね、確かにそうだなっていう思う部分もあって、でもなんか違う気がするってすごい思ってるの、一つはやっぱあの縄文ハッピーじゃないっていう、なんか何やってんのみたいな風に思いながら出すんだったら出さない方が良くないって思ったりとかして、でも実際現地で喜んでる人たちがいる、助かってる人たちがいるなら、それはそれで結果往来なのか、ちょっと待ってよ、でもこのモヤモヤはなんだってこうちょっと一時葛藤があったのね、でも多くの人たちというか、まあ、あのほとんどの人たちは子ども食堂をあのなんかボランタリティで、そう循環ではないと思ってるのね、でもなんか私はどっかで循環であるって信じてるっていうか、もう確信してるんだけど、それがうまいこと言えない、だから誰か言ってって思って言ってって思ってたりとか、それがこう実現できてるようなあの世界が見えるとめっちゃ嬉しいんだよね、だからそこを応援したいと思うのよ、でタッツンとかがやっぱり今若い子たちが言ってるのってサスティナブルな社会とか、なんかそんな感じがするんだよね、すごく、自分を満たそう、でもそれで人にその回していこう、循環だよね、単なるペイフォワードって一方通行なんだけど、
あの、まあ、縄文縄文って言ってるのか、戻ってくるっていうか、なんか増えていく感覚、うん、ありがとうっつって、この喜びがなんか倍になって、なんかわらしべ長者とペイフォワードが合体みたいな、そう、うん、あれですよ、あのパイナップルペイみたいなやつリコ太郎みたいなの縄文ペイフォワードみたいな、そういう感じ、これがでも、ね、うん、いわゆる3次元レベルで、うん、経済として縄文が経済にどうやったらなるんだろうっていう、うん、その循環経済ってな、どうやって生み出すんだろうっていうのがね、うん、私は今日まだね、答えが見えてないの、あるんだけどって。なるほどなるほど、うん、まだ仕組みがついてきてないところはあると思うよね、社会の仕組みが。でもさ、うん、なんかみんながそこにちょっと気がつき始めてるのが今出ない、少し。確かに確かに、っていう形に、うん、クラウドファンディングみんながやり始めてさ、お金っていう媒体をまだ使ってるから、うん、そういう問題が、うん、問題っていうか、うん、まだ目に見えないものに価値がつきづらいっていうのはあると思うけど、パートナーシップもしっかりで、なんかこれだっていうものはあるんだけど、なんかちょっとやっぱ形になってないと人間不安なのよね。お金も、お金ってなってるから安心ってなるんだけど、愛もこれだってあるからなんかこう足りないなってなれるんで、それがなってない段階ではやっぱ不安になるよね。だからできるだけそれを形にしようって、いろんな昔の人たちはさ、ね、神様にお願いする儀式したりとか、うん、まあ、お彼岸だなんとかとか言って、見えない人たちの人にありがとうねっていうのをしたりとか、うん、してきたんだろうなって思うんだけど、大切なものってなんだ、うん、なんか自問自答してぐるぐるしちゃうんでる人多いと思うんだよね。私は何がやりたいんだみたいな、うんうんうん、コロナとは自分に向き合う時だって言ってるぞこの人、私は向き合ってるはずなのにぐるぐるぐるみたいな人いない、このぐるぐる循環が一人でなんかこう煮詰まっちゃうパターン、うん、話をしたかったのはガーデンの話なんですよ、ずっと。そうなんだ。そう、そういうみんながこうさ、ハッピーを、まあ、こう回し合っていける場がね、うん、本当に必要。そう思う、うん、オンラインでもできると思うんだよね、それってリアルであってじゃなくても、うんうん、その感情とか心のつながりを感じられるかどうかだし、心のつながりが感じられさえすれば、この人のために何かしてあげたいとか、うんうん、この人が何かしてくれたら嬉しいっていう、その、うんうん、縄文とか循環って起きるじゃん、うん、何かしてあげて嬉しいっていうことと、何か自分ができて嬉しいっていうことって、なんだろう、それこそさっきのペイフォワードと、わらしべ長者、わらしべ長者の合体じゃないけど、その自分一人で100のことができても嬉しさってそんなないけど、自分のこと50を他の人に手伝ってもらったら感謝が生まれるし、うん、やってあげた方もできた喜びが生まれるから、それってお金だったらありえないよね。お金だったら循環したらプラスになることはないけど、気持ちだったら循環したら喜びって増えていくから、1割2はね 0.5 じゃないのよ、1割2は2なんだよっていう、1割2が2ね、うんうん、1割4は4なんだよ、4人で分けるんだからっていう、なるほど、そう、0.25 じゃないんだよっていう、この感覚をどうこの事業計画書に載せればいいんだっていうこれね、熱弁するわけですよ、私はこうでこうでって、うん、クラウドファンディングして事業計画書出しましょう半年分とかって、なんかこう出せないじゃん、うん、1割2は現時点では 0.5 だからな、うん、みたいになっちゃうけど、増えてないおかしいっていうこの歯車、うん、合わなさ、うんうん、ここをねちょっとお願いしましょう、龍馬難題だな伏線、今のね、うん、その気持ちをその割るとね、1割4は4っていうので、うん、そのちょうど僕昨日その友人のね、マンモス光一君っていう NPO 法人のメイクハッピーっていう、ね、はい、NPO 法人やってて、いろんなその砂漠とか過酷なレースを日本人たちも、日本人というか毎回 3,40 人巻き込んでね、その一緒に過酷なレースを挑戦してで、みんなでゴールするっていうのを1位を目指すんじゃなくて、みんなで助け合って
ゴールする、合言葉はハッピーって言ってハイタッチするね、やってる友人がいるんですね。で昨日たまたま仕事でちょっと打ち合わせしてて、ですごい彼はおじいちゃんの時にそのあおじ彼はおじいちゃんの時にじゃなくて彼は小学校の時におじいちゃん時空が彼が小学校の時におじいちゃんに人生最後の日に持って帰れるのは思い出だけだぞって言われて、そのどんな思い出を持って帰りたいかなっていうのが小学校の時に光一くん芽生えたらしいのね。でそのどん自分はやっぱり喜びを助け合って一生懸命やってる人を応援して一緒に喜びを分かち合いたいっていう思い出を一番持って帰りたいって思ってた、彼がたどり、まあいろいろあった中で本気で生きてる人を一生懸命応援してその喜びを自分のことのように喜び合いたいっていうのが、それがその一番持って帰りたい思い出だから、いろんな人を巻き込んで挑戦して一緒に喜ぶっていうことをその NPO 法人でやってるのね。でその結果どうなったら、それもずっと10年以上やってるんだけど、その結果どうなってくるかって言ったら、はい、毎回一緒にその応援してくれたりとか一緒に挑戦した仲間の誕生日が1日1個から3人いる、あ1人から3人毎日いるんだって、手帳に書いてあるんだって。で彼が何が不幸せかって言ったら、一緒に挑戦して喜び合った仲間とか自分の活動を応援してくれた人の、手帳にね、毎日1人から3人ぐらいの名前が書いてあって、その人に電話をして誕生日おめでとうっていうのが毎日めちゃめちゃ幸せなんです。電話かかってきた、そういえば小市さんからお店に、そう、それがね一番幸せなんです。なんかで寄付するのがあってさ、でその結果、彼が映画を作りたいって言った時に、寄付金がクラウドファンディングの会社を通さずに1000万円集まったんです。そうだそうだよ、私それそうだそうだ、それってそういさん、ね、喜びの何のシステムも使ってなくて、クラウドファンディングのそのサイトさえ使ってなくて、その自分たちはこういう映画作りたいですって言った時に30日ぐらいでね、今まで応援してくれた人たちの、その喜びの連鎖っていうかね、その1000万円が返って、で映画資金が貯まって、それはすごく喜びを分かち合ってってね、その何のマーケティングもないんですよ、ただ喜びを分かち合いたいで毎日その嬉しくて電話してるっていうね、でやってる彼らそれ、こうちゃんがやってる仕事って具体的には言葉にするならば、電話だね。確かに誕生日おめでとうなら誕生日おめでとうが、まあ、すごいコールセンター、結果的に仕事になってる。確かに結果的にそれ仕事っていう意識じゃなくて嬉しいからやってるだけなんだけど、で毎日ね、毎日電話するのがね嬉しくて、だから毎日ハッピーなんだって。ハッピーって言ってますよね。そうだね。で彼は最初に僕が屋久島行った時にハッピーバースデーって言って朝僕起こすんですよ、今日の一日ハッピーバースデーって。で僕はその頃まだマンモス光一くんのことそんなによく知らなかったから、誕生日じゃないのにってことですよね。そう、誕生日じゃない、誕生日じゃないのに、誕生日じゃないのにハッピーバースデーかハッピーニューバースって言うんですよ、口癖のように。ですごいね、なんでハッピーバースデーなんだろうって分からなかったんですよ。でも彼にとっては毎日自分の大切な日誰かが誕生日なんですよ。なるほど、本当にハッピーバースデーだったんです彼にとっては。なるほど素晴らしいよね。すごいね。それってだって何にも、だって今翡翠さんがいてくださってる、毎日が大切な誰かの誕生日。光一さんの素敵なエピソードを翡翠さんから飛び出したところで今週はここまでです。来週も引き続き心の空がピカーンと晴れ渡る放送をお届けしていきますのでお楽しみに。それではまた、バイバイ。このコーナーの提供は喜びの種まきプレシード、愛の折箱や八坂がお送りしました。大切な笑顔一つ守れるかもしれない言葉って魔法だね。夕日が切ない
包んでゆくような優しい魔法だね。素直に言えなかった。ありがとう、や愛してるを。今日は大切な人に伝えたい言葉に変えて。言葉に変えて